ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今回はね、フーランのポップカルチャーの話はちょっと離れたいと思う。なぜというと、実はね、私はアメコミのオタクモでございます。マジか、美容か。そうで、なぜっていうと、5歳の時は初めてセーラームーン見た時に、それの前にバットマンのアニメーション見てたんですよ。だから両方のタイムがすごく好きで、ポイズンアイビーになりたいし、セーラームーンにもなりたい。どっちのキャラクターもコスプレもしたことある。映画とかアニメーションの方が好きだったから、そっちの系がいっぱい見てたんですよ。で、一番好きなスーパーヒーローとかシーズンシリーズって言えばバットマンです。うわー、そう、実はね、マーベルじゃなくて、いつもマーベルのパーカーしてるんだけど、私は実はね、DC の方が好きですよ。そう、でもマーベル超かっこいいから、いつもマーベルの T シャツとかパーカーしてるんだけど、ちょっと DC もね、それをやってほしいなって思う。でも、なんか調べくティーネイジャーの時が、なんかアメコミの方がちょっと離れてて、かっちりのアニメオタクとかになってたんですけど、で、日本に来てからだんだんに、特に4年前、東京コミコン初めて仕事をした時に、またそのアメコミが好きな、レイヤーさんとかお客さんがを見てから、あ、いいねって思って、アメコミのコスプレやればいいんじゃんって思ってたんですよ。で、その東京コミコンの後に、やっぱりもうちょっとアメコミのことをもっと詳しく、いろんなこと知りたいなって思って、いろんななんかアメコミのバーとか、いろんな情報をもうちょっと、日本人がなんでアメコミがそんなに好きなの、なんでこんなにアメリカドラマ好きなの、正直で実は理解はそこまでできなかった。コスプレしたのは実は東京コミコン残念ながらの時じゃなかったけど、スーサイドスコットとジャスティスリーグの、プロモーションの時がレッドカーペットに歩きました。イエーイ、ハーレイクイーンとワンダーウーマン、かっこいい、かっこいい。いいね。やっぱり私はね、女の子の方がちょっと注目するやね。でもなんかかっこいい女の子が好きだな。で、ハリクイーンの場合がかっこいいよりが、やっぱり頭がおかしいのところがすっごく大好き。やっぱり妖艶とか、そのちょっとクレイジーの写真を撮るときにやっぱりすごく好きだから、それが一番だね。で、逆にワンダーウーマンがもうガルゴットが素敵すぎて、なんで私はコスプレしてるんだろうって思うぐらいんだな。逆にもう素敵すぎり、あ、眩しい眩しいって思って、多分本当ね、アメコミ好きな人しかわからないと思うけど、なんか東京コミコンに行っててもさ、なんかみんな アニメ好きな人とアメコミ好きな人は仲良いになれないってわざ実は聞いたんですよね、日本で。私はそんなことないと思う。なぜというと、愛感情は一緒だと思う。なんか日本人がアニメすごく好きで、いろんなグッズを買ったりとか、いろんなコスプレしたりとか、すごくすればもう愛感じるでしょ。逆になんかやっぱりアメコミ好きな人はなんだかんがいつも英語で喋ってくれる。英語わかんないけど、でも英語で喋ってくれるんですね。やっぱりあんまりそういう怖い、やっぱり外国人の顔が、あ、怖い、逃げるわけではなくて、逆に憧れる。やっぱりそのアメコミとか、やっぱり映画からね、それがちょっとありがたいな。それがちょっとあー友達になろうってすぐワクワクしますタイプだからね。で、次のコスプレはね、実はね、ウィッグも買ったんですけど、昔やっぱりすごく大好きなの、ポイズンアイビー、いつもバットマンですね。やっぱりバットマンですよね。やっぱりバットマンだな。それがもうドリームコスプレ。なぜというと、ポイズンアイビーがすげーセクシー。すげーセクシー。なんかもう完全にファムファタール。なんかその、あー、綺麗ってな感じするんですよね。綺麗、なんか今外国人っぽくなった。綺麗な感じしますよね。で、スーパーヒーローの感じだと、実はね、キャプテンマーベルをする予定だったんだけど、間に合わなかった。一緒が、もうやだ。一番の
難しいところがアニメの一緒がすぐ見つかるんだけど、なかなかアメコミの一緒が見つかんないんだよ、いいクオリティでさ。だから大体手作りじゃないと難しいんだよ。ワンダーウーマンとハーレークイーンも実は一番最初手作りだったんだよ私。やべえ、つらかったよ。実はね、2020年がバッツウォーマンをする予定です。で、なぜというと、実はね、今回はねすごくわがままの理由で、女優さんがすごく好きです、ルビーローズはね。あとはなんだろう、あ、男、もうちょっと男のこと話しようね、男のこと話しようね、ね、みんなすごいイケメンイケメンっておもなんか言ってくれても私は別にってな感じしてしまっちゃう。でもやっぱり好きだ、意外と好きだったのはジェイソン・モモア、アクアマン。やっぱりもうそれだけがすごく外国人っぽくても、私でも好き。わーもうバーッわーな感じするよね、からなすごい筋肉わーってな感じするよね、おやばいって思って。私 もう面白かったんだけど、多分 90% 以上のなんか、なんで好きになったのは、ジェイソン・モモアがかっこいいからなって思うですね。やっぱりもうそれはカリスマじゃないですか。で、カリスマって話したら、実はアイロンマンもすっごく大好き。もうアイロンマン好きって言えば、実はね、トーニー・スターク、あのロバートさんがすっごく好きですよね。もうそのまんまじゃん、他の映画を見てもそのまんまじゃんって思うじゃん。なんかちょっと年上でも、あ、好きだなって思う。で、実はね、アイロンマンが一番最初はね、ロベルトさんがじゃなかったかもしれない。なんかちょっとやっぱり年が過ぎてるから、アイロンマンになるかどうか実は一番最初は微妙だったらしいよね。でもやっぱり私はそっちの方が外人っぽいなって思う。なぜというと、日本人にスーパーヒーローが好きな誰ですかって言ったら、なんとなくいつもスパイダーマン出てくるんですね。なんでこのガキが好きなの、ガキだからってみたい。自作すぎるでしょ、まだ子供じゃんって思って。あ、でもすごいな、なんか人気者はな、やっぱりその若さが好きだな、やっぱり日本人が。私はもうおばちゃんかな。ジュン。はい、皆さんアメコミが好きかどうかちょっとわかんないんだけど、ちょっと好きだったらぜひコメントしてください。で、一番好きなスーパーヒーローと、なんでそんな好きなスーパーヒーローとか好きなヒロインが好きなのか、ちょっと教えてほしいです。ぜひコメントにもたくさん待ってますので、時間があるときに返事したいと思います。じゃあまたよろしくね、バイバーイ。